初回ツーアウトランナー一塁で長嶋監督が攻守に期待を寄せる4番の城島。左中間へ、イタリアの守備がもたつく間に一塁ランナー高橋由伸が一気にホームへ。初戦の先発マウンドを任されたのは上原。先頭バッターを空振りの三振。この回三者凡退に抑え上々の立ち上がりを見せます。そして日本は3回、中村典センターの右、大きな打球でこれは入った。さらに4回、今度は1番の福留、センターに飛び込むソロホームラン。6回までに11得点を挙げた日本。7回は2番手三浦が三者凡退で締めて、終わってみれば12対0のコールド勝ち。長嶋ジャパン、悲願の金メダルへ好発進です。